強い磁場、初めて見たわ。ただの気象現象とは思えません。怪獣の仕業かもしれないわね。KM209 地区に強力な磁場が発生、様子を探ってきて。了解。あ、ちょっと待って、今日はその格好はまずいわ。今日は？あ、そうか、ハロウィン。みんな年に一度のハロウィンを楽しみにしてるのよ。その格好を見たらガッツだ何事だって驚くでしょ。私服に着替えますか？もっと街の人と楽しく触れ合える服装にしない？楽しく触れ合えるですか？リーダー、ほんまよう似合いますね。しかしハロウィンだからってなんでこんな格好しなきゃならないんです？しゃあないやろ、教育とかはハロウィンが行事として定着してんねんから。いずれクリスマスみたいにハロウィンが日本中に定着するかもしれないな。あっ、待ってよ、仲良くするのも操作のうち。うわぁ、美味しそうなロリポップ、どこでもらったの？俺ももらってこうよっと。それも操作のうちなの？夢がある子は集まっといで。夢をいっぱい持ってる子には褒美に美味しいキャンディーをあげよう。ほんで一本をくれ。子供にしかあげないよ。あー、そうなの？もう。おばあちゃん、もう一本ちょうだい。なぜだい？弟が夢をいっぱい持ってるんだ。そりゃいい子だ。鏡に魔女が映っていない。さあ、今日は店じまい。どいた、どいた。僕、2つもらったから1個あげるよ。あ、いいの？僕の弟が夢をいっぱい持ってるんだって言ったら2つくれたんだ。弟に怒らない？お姉ちゃん美人だから。この正直者。あ、ちょっと大吾。
おい、僕たち。どうしたんだ。あ、ここが磁場の中心源ですね。しかし何もありませんね。目に見えない何かがここから強力な磁場を発してるわけか。地下をスキャンしてみよう。はい。嫌な予感がしますね。どうしたの？昨年までのハロウィンのデータを調べてみたんですけど、毎年ハロウィンの日に世界のどこかで子供が大量に蒸発してるんです。大量に？こちらイルマ。宗形です。磁場の中心地をスキャンしてみましたが、怪しいものは何も見つかりません。そう。レナ隊員、子供たちはみんな無事？子供たちですか？みんな楽しそうですよ。ならいいけど、念のため子供たちが無事に帰り着くまで警戒を怠らないで。了解。ちょっとダイゴ、聞いてた？返事してよ。どこ行っちゃったんだろう。勝手な行動は慎んでよね。行くよ。何をした？子供に何をしたんだ？夢を全部吸い取ってあげた。バカ、夢を返せ。その子の夢は全部その子のものなんだ。おい、子供に夢はいらない。どうせ大人になるまで人形やおもちゃのように夢も捨ててしまうのさ。子供をどこにやった？夢の墓場に捨てたのさ。夢の墓場？さっきの公園のことか。大人はいらない。大人の腐った欲望を捨っても殻を壊すだけだ。
しないよそんな格好で。レナ。おいおいおいレナレナ。キャンディ。ええ魔女の格好をしたおばあさんが子供たちにキャンディを配ってたんです。で、あなたもそのキャンディを。食ったんか。かあ。もし無遊病の原因がキャンディだとすると、それを食べた子供たちもレナ隊員みたいになってるってことですか。付近のパトロールと連絡を取って。はい。そういえば大吾隊員がその魔女のおばあさんを調べてたはず。大吾隊員は？大吾は部屋にいません。え？これだ。そんな、確かに私と一緒に。大変だ。磁場の中心源で空間が異常に歪んでます。まるでブラックホールみたいだ。
なれ。盗まれるとこだったね。そうだな。これからの地球の未来を作っていくのは子供たちの夢なんだ。子供たちの夢が地球の宝物か。ほら戻ったらたっぷり眠って夢を山ほど見まっか。そうもいかないわよ。戻れば山ほど任務が待ってますからね。ああ、わしら夢も見られんのか。夢を実現するためにはまず現実にぶち当たらないとな。
さあみんな、前に現れた謎の少女サキ、彼女は時を超えて怪獣マキーナの出現を願う。次回ウルトラマンティガ怪獣を待つ少女、お楽しみに。